今回ご紹介する昭和美人は女優の奥抜香織さん1970年11月22日生まれ出身東京都身長157センチ血液型 A 型1986年のヤングジャンプグランプリを受賞翌年のアミューズ10ムービーズオーディションに福山雅春らと共に合格し芸能界入りします 1988年に9人組の女性アイドルグループ、エンゲルスの一員、ボクチンとしてデビューし、1989年、KDDI の CM で注目されます。その後は芸能活動を控える時期がありましたが、花金データランドの1コーナーを担当し、1996年のクロレッツの CM で再び注目を集めます。1997年には映画、 ラジオの時間に出演して演技力でも知られるようになります。2006年から2007年にかけて関東で放送された都市再生機構の CM に出演しましたが、父の奥抜き隆が滋賀県立大学に勤める前、都市再生機構の前身である住宅、都市整備公団の職員だったため、その縁があるのかもしれません。彼女が中学生くらいの頃、 団地の新しい住宅が募集のために公開されると、親子で訪れていたそうです。月刊奥抜きカオルを三十五歳にて発表。私生活では、映画、実録、連合赤軍、浅間山僧への童貞で共演した小木戸都市光と二千九年三月に結婚。二千十一年二月に妊娠七ヶ月であることを発表。五月二十九日に都内の病院で男児を出産しました。 2020年11月、この春に、夫婦としての関係にピリオドを打ちましたと自身のインスタグラムで報告しました。親権についての詳細はありませんが、彼女が息子を育てているという記事もあることから彼女が引き取ったと思われます。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは昭和の美人たちを紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。